そして新妻聡の登場だ。喧嘩ファイトで人気を集めたこの男が苦難の末に日本チャンピオンの座につき、世界のベルトに挑戦。 K-1 でも無敵を誇ったヘクター・ペーナに一度は敗れるも、1996年秋、ローキックでペーナを完全 KO。 打倒ムエタイに最も近い男だ。ナローンはさすがにタイの本場のランキング選手だった。そのハイキックはスピードにあふれている。一方新妻は確実なファイトと鋼のような精神力で現在のポジションをキープしている。ナローンの技術と新妻の精神力の戦いになった。1位になってから3年ちょい経ちましたので、そろそろ自分が絶対勝ってチャンピオンになります。
知恵だったと思うんだけど、はい、はい、でも嬉しくないの？怒ってる？怒ってないよね？ね、ああよかった。なくなるんじゃないかと思ってさ、ね、なくなるんですけど、まあ、これだけ今日すごいね、あのファンの方が、来てらっしゃると思うんですけども、そのファンの方に、一言。今日はお忙しい中ご来場いただきまして本当にありがとうございます。ナイス、また来てください。さらなる最強を求め、答えを出すために格闘界は進化する。